い、皆さんこんにちは。聖書の学びをしましょう、しましょう、しましょう、しましょう。はい。ですね、ただちょっと語らせてもらう前に、ちょっと、気がついたことあるんですけど、もうちょっとで、登録者数、3000人って、3000人だったらどうしよう、なんかしたいよね。まあまあ、お祈りいただけたらと思いますけど、それではですね、語らせていただく前に、簡単にお祈りします。天の父なる神様、どうかあなたが今日も私たちに語ってください。このこと感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。はい、今日もですね、引き続き、ローマ書の学びをやってます。今日はですね、ローマ書の、11章、21節から36節。タイトルは、神の計画、神様の計画というタイトルで、話をしたいと思うんです。まあ、ローマ書というこの書物、パウロがですね、まあ、ローマの教会に宛てて書いた手紙が元になってるんですけど、まあ、学者さんによってはね、まあ、何やろ、こう、二つに分かれてると、前半と後半に分かれてるという人もいれば、あるいはまあ、三つに分かれてる人もおるんですね。で、まあ、三つに分かれてるっていう説を取る先生は、八章までは、いわゆるその、何が正しい福音なのか、一体何が正しい考え方なのかっていうのを、このローマの教会に、伝えるために、八章まではその説明がしてあって、そして九章、十章、十一章のこの3チャプター、この三つはですね、イスラエルに関し、のことなんですね。イスラエル、民族、イスラエルが一体どうなっちゃったんだ、彼らは不信仰によって、まあ、救いに預かれない、一体どないなんのという、まあ、イスラエルについて、ほんで、まあ、12章以降はですね、まあ、信者の、まあ、信仰というかな、信者の生き方について、まあ、説明しているという、まあ、これ3つ分かれるという先生いるんですけど、今、学んでる11章、このイスラエル民族についての話なんですね。ほんで、11章の一番、一節一番最初にですね、パウロは、イスラエル民族を神様はもう見捨てたんだろうか。で、一節、いや、そんなことは絶対ないんだと。イスラエル民族に関しては、もう神様のすごい、もう偉大なご計画がある。God's plan。神様の計画があるんだよ。で、このイスラエル民族を神様は絶対に、まあ、見捨てたりはしないんだよっていう形でこの11章、まあ、始まったんですよね。ほんで、ただね、このなんでイスラエル民族が、この、まあ、救いから外れているのか。これはね、もう一言で言うと、このイスラエル民族は、このイエス・キリストに、まあ、つまずいたって言い方いいのかな。イエス・キリストっておっしゃる方は、彼らが思っていたメシアとまた違ったっていうことなんですね。メシアっていうのは、いわゆる、まあ、油注がれたものって意味ですけども、で、この油注がれたものが、ギリシャ語に、訳された時に、まあ、キリスト、クリストスっていうふうに訳されて、まあ、キリストっていう、ことになってるんですけども、だから、キリストっていうのと、メシアって全く同じ、ことですね。クリストス。ほんで、この、まあ、メシア。なんでユダヤ人は待ってるか言うと、油注がれるもの、メシアっていうのは、まあ、王様か、祭司に、こう、油注がれるんですね。で、まあ、旧約聖書のこの予言で、ダビデの王座につく王様がやってくるよと。しかもこの方来られたらもう永遠の、イスラエル王国をまた立て直すよと。だから、ユダヤ人、イスラエル人にとっては、このメシアが来て、そしてですね、この今、その彼らを征服しているローマ帝国をもうパーッと蹴散らして、そして、このメシアは、もうその、いわゆる、なんちゅうの、すごい、なんやろ、このアレキザンダー大王のような、あるいは、それこそダビデ王の再来のような、すごい、こう、リーダーとして、まあ、バーッとこうやってくれると、こう思ってるんですよね。ところが、ほんで、はじめイエスさんは、ガリラ地方で5000人ぐらい
集めて、わあ、なんか偉い人がいっぱい集まってるわ、なんか5000人も集まってるらしいよ。で、結構いろんな人がエルサレムから見て、イエス様、あなたがメシアですかとか言うんです。で、イエスさん自身、それに対しては、まあ、基本的にそうやと。彼はその神の子であり、まあ、結局、みんな期待し始めるんですね、イエスさんに。この方がメシアちゃうかとかみんな思うんですけど、でも実際にイエスさんエルサレムに来たら、何のことや、馬じゃなくてロバに乗ってくるし、巨大な軍隊連れてくるわけじゃなくて、まあ、12人の弟子が、ついてきただけで、もう、イスラエル人が思っていたメシアと全然違った。で、当然イスラエル人はですね、こいつただのお兄ちゃんやで、若いお兄さんで、しかも、彼は自分を神様やって、まあ、神の子って言うたり、神様や言うてると。ほんで、こんなやつ偽物に違いないと。だから、とても許せない。神様冒涜している。メシアはこんな人のはずがない。メシアもっとすごい。ほんで、彼らはイエス・キリストをその十字架にかけろ、十字架にかけろ。正直言って、このお兄ちゃん、まあ、イエス・キリストがもし死んだら予言が当たらないことになるから、やっぱりこいつ偽物やったということになるじゃないですか。だから、で、なんか本物やったら、死ぬわけないし、予言通りになんかなるはずやし。だから、こいつ、こんな嘘言うて、しかも自分は神様やなんて言うてるなんて許せない、なんて形で、まあ、ユダヤ人から見れたイエス・キリストは、まあ、偽物やと。まあ、メシアって勝手に言うてただけやと。で、まあ、実際に十字架に着いたら、まあ、死んじゃったんですね。ほんで、ほら、見てみ、あんな偽物やわ、予言通りちゃうわ。まあ、今も実は、まあ、ユダヤ人の人たちはそういう形でこう見てるんで、ところが後でね、まあ、キリスト教になってきてきて、ほんで、私たちクリスチャンは、神様があなたを、私たちをもっと愛してくださってるから、神が人となって、そしてそのお方が十字架で亡くなった。そして、この方は私たちの全ての罪のために亡くなってくださったんだ。私の身代わりとして死んでくださったんだ。もしそのことを受け入れたら、あなたはもう永遠の命がある。なぜなら、イエス・キリストがあなたの身代わりとして死んだから、あなたは死ななくていいんだ。しかもイエス様は3日目によみがえった。このことによって私たちにもよみがえり、永遠の命が与えられるのが確実なんだ。っていうことをクリスチャンたちが言い出し、そしたらユダヤ人から見たら、アホやな、こいつら。もう気狂っとるな。何言い出すねん。あんな、ただの若兄ちゃん殺されただけやん。あんな、もう、なんかいっぱいええこと言うてたんわかるんやけど、結局、何や、死んでもうたし、メシアと違ったって。で、それやのに、なんか十字架であなたの身代わりになって死んだとか、まして、蘇ったなんて、こんなん全部クリスチャンという人たちが、後で、その弟子たちがもうでっち上げたんやと。そういえば、12人の弟子なんか変なやつおったな。ほんで、多分あいつらが、イエスさんの死体をどっか隠して、もう復活したいうことでなんか口合わせして、もういい、ほんまに困った宗教。だから、彼らから見れば、クリスチャンっていう人たちは、本当にかわいそうな、もう嘘を信じ込まされている人たちに当然見えとる。これみんなどう思う？当然ユダヤ人は、イエス・キリストに、まあ、つまずくって言い方いいか、イエス・キリストはもうメシアじゃないと。彼は偽物やった。こう思ってるんですね。今も思ってる。で、パウロはこれに対して、その彼らの不信仰、彼らが本当の神様、本当のメシア来てくださった。まだイエス・キリストの本当に聖書通り、ロバに乗ってくるわ、処女から生まれるわ、ベツレヘムで生まれるわ、本当に聖書が予言した通りのメシアで来るんだけども、文字通り来られるんだけど、彼らのイメージと違ったもんだから、まあ、受け入れてない。彼らが結局イエス・キリストを受け入れない。メシアとして受け入れない。そのことによって、彼らの不信仰が元によって、彼らは永遠の命が与えられないんだ。そもそも神様の偉大な計画っていうのは、
イエス・キリストを通して全ての人に永遠の命が与えられる。神の御国に入るっていうことなんですね。神の御国に入って、その御国では永遠に人が生きると、しかもみんな幸せになると、これが最終的な神様の、計画なのに、ユダヤ人がそれは分からず、不信仰になってもうたんだと。で、この十章でね、パウロはもともとユダヤ人こそオリーブの木を例えにして、もともと神様が選んだ、オリーブの木やったんやけども、彼らの不信仰でなんぼか枝が折られて、そして今異邦人である私たちに、救いが、このドアが開かれてるんだよと、こういう説明だったんです。で、問題はですね、イスラエル人はどないなっちゃったんや、神様はイスラエル人捨てたんかに対して、いや、そんなことないよと。で、今日はですね、22節から読んでいきたいと思います。ちょっと読んでみますね。もし神が大義の枝を惜しまなかったとすれば、あなた方も惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも、切り落とされるのです。ここでパウロは、異邦人の人に向かって言ってるだと思うんですけど、異邦人の人に、あなたたちも気をつけなさいよと。神様はエルサレム民族を選び、イスラエル民族を選び、そしてこのイスラエル民族から神の栄光を表すとなさってたのに、そのイスラエル人たちが、本来本当のメシアであるイエス・キリストを受け入れなかったがゆえにですね、彼らは、枝が折られたような状態になったんやと。彼らの不信仰によって、その信じない人たちはやはり神の御国に入れない。でもあなたたちと一緒やでと。神様は、恵み深い、優しい方やけども、慈しみ深い方やけど、それと同時に厳しい方でもあるんだよと、そんなことを言うんですね。いわゆるね、神様を信じない、これがやはりそのキーワードなんですよ。そのイスラエル民族であろうが、ユダヤ、何人であろうが、異邦人であろうが、神を信じない、神の愛を受け入れない、神様に頼らない、神に頼らないっていう人は、当然、祈りもしない。だんだんね、これクリスチャンでもそうなんですけど、だんだん祈らなくなる人ほど、神様に頼ってたら、祈るよね、当然。このビデオを見ておられる方、多分クリスチャンの方多いと思うんですけども、あなたはそれは当然、毎日、祈ってあると思いますけど、でも、本当にね、なんていうか、信仰が薄れてくる、本当に一つのバロメーターに、祈らないクリスチャンの中にいてねな、これはおかしいなと思いますけどね。でも、神様に自分の人生を任せなくなってしまう。で、これがそもそも問題なんだと。神の御国に入る人は、神を愛し、神と共に生きる人たちのはずなのに、神をそもそも愛してない。いうことで、神様信じてない。で、これでですね、あなたたちも気をつけないとあかんよと、パウロ言うんですね。で、この後ちょっと、23、24読んでみますと。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれるはずです。で、ここの、23節24節で、異邦人の人に対してね、このイスラエル民族っていう人たちはもともと神様に選ばれてた人たちだったんだけども、不信仰が原因で、今はちょっとこのオリーブの木の枝が折られたような状態になってるけども、この人たちがもし信仰を持ってくれたら、この人たちが神様を信じ、イエス・キリストが本当のメシアなんだということを理解できたら、彼らこそ本当に救われるんだよと。話が、もうどんな罪人であっても、どんな人であっても、イエス・キリスト、福音を聞いて、その福音を信じる、受け入れた人は、救われるんだよと。こういうことなんだと思いますね。そして、やがて、私たちのこの福音っていうのは、死なない、
プラス、なんと栄光の体をもらうという、今まで思っていた、そのメシアが来て、そのイスラエル人たちが思っていたメシアが来られて、そしてもうイスラエル王国、永遠のダビデの王国作ってくれる。永遠の王国やから、当然、その王様はもう永遠に死なない方のはずなんやけども、ダビデの王国を作る。で、未だに、まあそういったことで彼らは、もう素晴らしい神様に祝福を受けた国が作られるんだ。でも、神様の計画はもっと大きな計画なんですね。神の計画はもうすべての全人類の特に死という問題、これを完璧にもう解決する。このために、なんと神様ご本人が人となってきたんだよ。で、これがキリスト教の方のメッセージなんです。イエス様はメシアとして、ユダヤ人の王様として来たけども、その王様をユダヤ人たちが殺してしまう。まあ、バカにする言い方でも、あんなやつ偽物やと思うと、そのことによって、まあ、イエス・キリストは殺されたんですけど、しかしこれ自体、もう全部神様のご計画で、イエス様が十字架で殺されて、憎まれて殺されて、偽物やって言われて、で、しかし、この方を信じたら、十字架でこう両手を挙げてこうなさってる、この方の言葉、そして神の言葉を信じたら、あなたは救われるんだよ。まあ、これ、どっちが正しいと思う？確かにユダヤ人たちが言うように、私たち言うてる福音、キリスト教が言ってる福音、なんか、そんなこと起こるの？まず永遠の命なんて、それちょっと虫が良すぎません？なんて、普通やと思うと思うんですね。なんか、気が狂うとるような話で、信じたら死なない。しかもあなたも復活して、栄光の体もらえるなんて。そんなこと起こるんかなと思いません？これが、それを信じた人が救われるんだよ、ということなんですよね。次、読んでみましょう。25から、26節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それは、あなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の歓声の時、歓声の鳴る時まであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから父兄権を取り払う。この箇所非常に面白いんですけども、ここでパウロは、このイスラエル民族は不信仰によって、まあ、救いに預かれなくなったけども、でもちょっとここでよう知っといてほしいと。この今の状況っていうのは、このオリーブの木の何ぼかが彼らの不信仰でおられたけども、で、異邦人である私たちがそこに、まあ、継ぎ木されたんだと。でも、この異邦人の時代はやがて終わるよと。今は、教会の時代とか異邦人の時代とか、まあ、聖霊の様の時代、まあ、きょ、あの、そう、今は異邦人の時代と呼ばれてるけど、でも異邦人の時代が完璧になる、終わる時が来るよと。ほんで、イスラエル、どうなってるのかというと、イスラエルはここで皆救われって書いてますけど、皆救われることはあれか？イスラエル人は全員、救われることになると思う？いや、これね、個人的に全員救われるんやったら、今までパウロさんが言うてきたこととちょっと矛盾するんですね。パウロさんは、イスラエル民族の、まあ、たくさんが不信仰で救われないけど、そのごく一部の、エリアの例を出してきて、ごく一部の、まあ、残されたものがまたいてるんやと。つまり、ユダヤ民族、イスラエル民族でも、もう大半がイエス・キリストを信じないかもしれんけど、信じる人もたくさんまたいてるよと、いうようなことだったじゃないですか。つまり、この皆救われるっていうのは、個人個人全員救われるっていうんだったら矛盾してしまうんですけど、これはね、実は、まあ、旧約聖書。で、イスラエル全員とか、皆イスラエル言い方は、よう出てきてたんです、旧約聖書。で、旧約聖書では、まあ、全イスラエルという形で出てくるんですけど、どんな形で出てくるか言うたら、結局、十二部族のことを示すんですね。個人個人よりも、まあ、国家として、まあ、全イスラエルが、まあ、例えばダビデ王様として認めたとか、全イスラエルがみんなで一致してこれやったとか、みんなで神殿作ったとか、そういった、つまり、この全イスラエルって言い方なんだろうと思われる箇所だと思うんですね。この皆イスラエルっていう。ほんで、つまり、この異邦人の時代が終わってしまうと、
まあ、黙示録を見るとですね、やがて私たちクリスチャンは、まあ、敬虚とともに、いなくなる。その後、12部族の1部族から、まあ、1万2千人ずつ、合計14万4千人のユダヤ、イスラエル人。ここであえてイスラエル人って言ったのも非常に驚きなんですけど、もうイエス・キリストのあの時代に、もうすでにパウロさんがこの手紙書いてる時に、イスラエルの12部族のうち、分かってるのは2部族だけなんですね。ユダヤ民族とベンジャミンだけで、残りの10部族、どこ行ったか未だに分かれへん。それやのに、聖書は、このイスラエルがみんな救われる。全イスラエル、つまり12部族全部が、戻ってくると。で、しかもし、全員じゃなくて、この全イスラエル、12部族として、まあ、残りのもの、が救われる。これ多分、黙示録に書いて14万4千人。14万4千人っていうのは、教会が敬虔した後に、ちょっと待っといて、神様スタンプみんなにこの14万4千人を押す場合で、ピチ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 って、この神様スタンプ押してもらうんですね、みんなね。で、この人たちはもうクリスチャンです、多分。ほんで、そういうことでね、パウロは、心配するな。この異邦人の時代が終わって、こんなすごい神様の計画があるんやと。異邦人の時代が終わったら、まあ、イスラエルの人たちが、まあ、全イスラエル、12部族が救われるようになるんだ。まあ、こういう形じゃないかなと、こう思いますけど。で、そもそも神様が、このイスラエルに対して、何を言ってたのか、過去に。例えばですね、申命記の4章の27に、こう書いたんですね。主はあなた方を国々の民の中に散らされる。しかし、ごくわずかな者たちが主の追いやる国々の中に残される。これなんと、申命記、デュルナナビ、もうこれ書かれたモーセの五章の一部ですから、もう紀元前1500年前。そんな時に、もうすでに神は、あなたたちはもう世界中の国に散らされて、で、まあ、ごく一部のしかもう残る、そんな時がやがてやってくるよと。で、しかも、この後に、そんな苦しみをした後に、あなたたちは神様に立ち返ることになるよ。同じ申命記の4の30、こう書いてあるんですね。あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の日にあなたに望むなら、あなたはあなたの神、主に立ち返り、御声に聞き従うのである。ここで、後の日って訳されてる言葉。まあ、これは、確かに終わりの日とも言える言葉なんです。つまり、やがて、ユダヤ人たちは、イスラエル民族はいろんな辛いことを目を合うけども、神様に立ち返る人たちがたくさんいるんだ。で、しかもですね、4章のこの次の31節にはこう書いてあるんですね。あなたの神、主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。聖書は非常にはっきりと、神様は自分の言ったことを絶対に守る。忘れない。イスラエル民族に対して約した約束は絶対に成就しますよ。なんてことを言うんです。どんな約束したか覚えてる？例えばアブラハム。まずアブラハムに何と言ったか。これ創世記の、13章の15節、ちょっと読んでみますね。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。うわ、すごいこと。結局、アブラハムに言うた、あなたが見てるこのパレスチナのこの土地、これ全部、これ全部こう永久にあなたから生まれてくる子孫にあげる。永久やで。これって、ほんま？ほんで、アブラハムだけじゃないですね。神様、この後、ヤコブにも面白いこと言うんです。創世記の28の15に、ヤコブにこんなこと言うんですね。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブ、この時、実はヤコブは、名前をイスラエルに変えられたんですよ。で、そのすぐ後に神様は、もうあなたは世界、あの日本、あの国、あの世界中のあちこちに散らばれても、必ず私はあなたたちをここに元に戻すと。で、絶対に私はあなた、このイスラエルを見捨てない。
まあ、そんなことをヤコブに言うんですが、このね、イスラエルという名前も非常にこの面白い名前で、このイスラエルの名前の意味、これはイスラエルなんですけど、エルが神って意味で、このイスラっていうのは、まあ、本当にそのまま訳すと、神と、まあ、レスリングをするかな。そもそも、ヤコブはレスリングしたんですね。レスリングは相撲いうか、神様をなんか捕まえて、こう、話しましぇんってやる。ほんで、このヤコブ、このイスラエルというのはそういう意味なんですけど、この神と、まあ、レスリングをする。これから実は二つの意味が取られてしまう。つまり神と共に、もう苦労して一緒になって頑張って一緒にこの辛いところ神様と共にまあ、頑張るんだという意味でも取れるし、もう一つはですね、神様と戦うっていう意味も出てきてしまう。つまり神のまあ敵になる。まさにこのイスラエル民族っていうのは、まあ、二つに分かれるいうかな。本当にイスラエル民族の神を本当に深く信じる人たちと、そして神を捨ててしまう。神を、まあ、馬鹿にするいうか。で、まあ、結局、神の敵になってしまう。このイスラエル民族を、神様は、私はあなたたちを、もう本当に、捨てないよ、見捨てないよ、こう約束したんですね。で、もう一つ、実は、ダビデも約、にも約束した。これ、ダビデの約束、むず大切で、これはですね、第二サムエル記の、7章の12から13、ちょっと読んでみます。あなたの日数が満ち、あなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。なんとダビデに対しては、ダビデ、お前が死んだ後に、お前の子孫からやがて、この新しい王国作ると。で、この新しいその王国は、もう永遠の王国。永遠、アブラハムに永遠の土地あげる言うたけど、それと同じように、このダビデにもその永遠の王国が作られるんやと。まさにユダヤ人たち、は待ってる、その時を。永遠の王国、私たちこそ、この御国に入る、神様の国。このダビデの国に入る国民なんだ、彼ら思うと。でも、なんと、聖書を読むと、イエス・キリスト、イエス様が、再臨か、また戻ってこられるときに、実は千年王国の作られるという書いてあるんですね。この千年王国、もうその時にもうキリストが、まあ、王様として戻ってこられるんですけども、それ以降、千年王国の後、またその新しいエルサレムができて、もう、でも、ずーっと永遠に、聖書を吐けと永遠って書いてあるんです。永遠にイエス・キリストが王様で、この神様の御国にいてる人たちも当然実は永遠やと、死なない国民。ほんで、そもそも永遠の王様いうことは、この王様永遠に死なない人じゃなかった。で、聖書は イエス・キリストは100%人間ですけど、イエス・キリストは100%神様で100%人間なんですね。誠の神、誠の使徒。ほんで、人間やけども死なない。栄光の体を持っておられる。で、私たちクリスチャンも同じようになるんだと。これがなんとキリスト教のメッセージなんですね。で、こんな約束をエルサレム、イスラエルにしてると、神は絶対にイスラエルを、まあ、見捨ててはしないんだよ、なことを、まあ、言うんですよ。で、ちょっとローマ書に戻ると、ローマ書の11の27、次の箇所、こう書いてますね。これこそ、彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。まさに神様がなさった約束。神様は詩編でも実はこんなことをおっしゃってるんです。詩編の89編の34から36、ちょっと読んでみますね。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。この詩編の89編っていうのは、神様がダビデに対して語ってる部分になってるんですけど、もうダビデに対して、私は絶対に嘘を言わない。私はダビデに言うたことを絶対変えたりしない。で、
このダビデに言うた、このやがてダビデの王座につく王様は、なんか太陽のように輝いているなんてこと書いてるんですけど、これまたね、黙示録読むと、やがてですね、新天新地、新しいエルサレムでは、なんとそこでは、この電球みたいなのがいらないっていうのが、神様がおられて、神の御座、イエス様の御座があって、そこはなんかプワーッと光ってる。もう、夜がない方がいいのかな。暗闇の中にいない。で、だから、まさに、聖書のいろんなところのパズルが、重なってくる。当然ですね、実は今私が説明している考えっていうのは、聖書の中でもディスペンセーションという考え方を持ってる意見なんですね。ただ、いろんな考えはわかるんですけども、このディスペンセーションで考え方を元にすると、確かにパズルが合ってくるという印象、少なくとも私はそう受けています。で、一つ言えることは、聖書ははっきりと、神様はイスラエル民族に対してなさって約束、神様の約束は絶対に破らない。だから、イスラエル民族が当然、本来あるべき神の御国の民であり、本来そのイスラ、だからその新天新地でも新しいエルサレムなんですよ、名前が。しかもその門は十二部族の名前になってるとか、結局、すごい、この、イスラエルと、の国が、神が選んだ、神の国民なんだと。こういうことだと思うんですね。そして、この神様はこのことを取り消したりは、なさらないんだ。ローマ書の、次の28から29、読んでみたらこう書いてあります。彼らは福音によれば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば、父祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の、賜物と証明とは変わることはありません。この28から29書いてあるように、このイスラエル民族っていう人たちは、確かに私たち言うてる福音、つまりそのイエス様が誰かっていうことを説明している、この福音を彼ら信じないがゆえに、神様の敵になってしまっている。そのイスラエル民族で最終的に不信仰な人は、結局イスラエル、神と戦う者、神を信じない者、滅びに至る者になるんだけども、しかし、信じる人もたくさんいてて、このイスラエル民族であろうが、異邦人であろうが、このイスラエル民族の中で信じる人は、実は神様はイスラエル民族をものすごく愛しておられて、そして神様のイスラエルに対する約束、賜物、そして彼らを選んだことは永遠に変わることがないんだ、取り消されることはないんだよ、と、このローマ書の11の28から29でそう書いてあるわけですね。そして次に、30から、31、読んでみましょう。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順の上に憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。もうこの箇所非常にはっきりしているのは、私たち異邦人だって、もともとはその神様をとても信じてないかったのに、このイエス・キリストの福音を聞いて、そして信じるものになったんですね。それと同じように、ユダヤ人であろうが、イスラエル人であろうが、その異邦人であろうが、神を信じた人は今は恵みの時で、神様の憐れみに預かるんだよ。もう、それはもう今こそ、この恵みの時代、福音の時代、教会の時代、聖霊の時代、異邦人の時代、もういろんな言い方言えるかもしれませんけども、このユダヤ民族たち、この、の中で、クリスチャンになる人もたくさんいるよと。こういう説明だと思いますね。もう今こそ、この全ての人が、憐れみを受ける、恵みの時なんだよ。で、これも2000年続いてるんですね。すごい話だと思いますね。そして次に、32節こう書いてあるんですね。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ここでちょっと驚きのことを書いてあるんですけども、そもそも、このイスラエル民族やとか、異邦人やとか、こう話してますけど、これ全部、
もう神様の永遠の計画の中にあるんだよと。で、神様の計画っていうのは、神は全ての人が罪を犯すことを分かっていて、アダムとイブがもう作られたその時点で、神様はもう未来のこと全部ご存知なんですね。全知ですから、全知全能ですから。で、こうなるいうことを分かってたのに、神様はまさにイスラエル民族を選び、そして異邦人を選び、その理由っていうのは、まあ、ここで書いてある通り、私たち人間が、すべての人間が罪の世界にいる。しかし、イエス・キリストが来られて、すべての人のために亡くなられる。つまり神様がすべての人を憐れんでいる。この憐れみの下、恵みの下に私たちはいることになると。これ、ものすごく驚きなんですけども、まあ、ガラテヤ書の、3の22もこう書いてあるんですね。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。今こそ恵みの時なんだ。今こそ救われる時なんだ。今こそこの福音、良い知らせを伝える時なんだ。で、イエス・キリストをこのユダヤ人たちは殺したんですね。しかし、この全てが、実は神のご計画の中にあるんだ。神様の計画は、もう私たちの想像をはるかに超えた、もうすごい計画なんだよと。なんと、すごいことなんだ。で、ちょっとまた、ローマ書の方に戻りますね。33から34、こう書いてあるんですね。ああ、神の知恵と知識の富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り難く、その道はなんと計り知り難いことでしょう。なぜなら、誰が主の御心を知ったのですか？また誰が主のご計画に預かったのですか？ここでパウロは、もう神様のこのね、計画っていうか、神様が思っておられることというのは、もうなんと私たち人間の理解をはるかに超えたすごいことなんだ。神様の計画っていうのは、一体どういうことなのか。そもそもね、神様は、なんと、私たちを神の御国に入れること。つまり、今言うてるその、イスラエル民族は、イエス・キリストは偽物や、あんな、兄ちゃん殺しちゃえな感じで殺すわけですけども、あんなやつ。でも、私たちのその言ってる福音、こっちの方が正しいんだよと。で、この福音っていうのは、滅びる人たちが、一般の人から見たらもうバカみたいな話なんです。こんなこと信じられへん。第一コリントの1の18にこういう言葉があるじゃないですか。十字架の言葉は、滅びに至る人には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。そもそも、神様が人になった。この時点でほとんどの人が、いや、そんなことないやろう。で、しかも私たち言うてるのは、このお方が100%人間であり、100%神様であるイエス・キリストが、なんと十字架にかかって、私たちを、あなたを愛してるがゆえに、身代わりに死んだんや。そんなことないやろう。大半の世界の人が思うとですね。で、しかももっと驚きなのが、復活された。イエス・キリスト、死んだ人復活するで。いや、それはないやろ。まあ、みんなそう思ってるんですけど、こんな、とても信じがたい。しかし、これを信じたら、あなたには永遠の命が与えられるんだよ。しかもそれだけじゃなくて、聖霊の宿りが起こって、確かに信じがたいメッセージなんですけど、信じたら聖霊の宿りとともに、ストーンとこのメッセージが心に響くいか。ほんで、聖霊の宿りがあるいうのは、私たちが神様の御国に入る保証やって聖書書いてるんですね。確実にあなたはもう永遠の命があるんだよってのがわかる、クリスチャンには。まあ、それと同時に私たちは喜びに満たされる。そして、今日、最後の方の、最後の箇所を読みましょう。また、誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。なんと驚いたことに、パウロはもう神様のこの救いの計画があんまりにも大きい。そもそも、ちょっと皆さんに聞きたいけど、なんであんたここにおるの？
いや、このなぜあなたはここにいるのか、なんで私たちはここにいるのか、これ、私はトラクトに作ったんですけども、これ、よう考えたらおかしいと思え。私なんか生まれてみたら、ここにおったよ。で、後で、わあ、なんか、真っ暗な宇宙の中にポツンと地球があって、その地球に私おるというのは後でわかるんやけども、で、パッと気がついたらお父さんとお母さんがおって、私の場合は兄がいて、でも、で、自分が男の子やの後でわかって、でも、なんで？しかもよ、私やがて死ぬんでしょう。死ぬために生まれてきたん。いや、なんでここにおんねん。僕の人生、何が目的？で、当然これをですね、なんで私たちここにおんねん言うたら、神を抜きにして考えた場合は、要は君はお猿さんから来たんだ。お猿さんどこから来たんです？お猿さんはだからその前のなんか生物。ほんだ、その前の生物が動物の中、猫か犬のアイノコみたいな。それはどこから来たんです？いや、だからそのまた前。で、結局最終的にはなんかアミーバみたいな、が分かれてきてできて。ほんだらそのアミーバはどこから来たんです？まあだから地球から来て。地球どこから来たんです？地球はだから宇宙から。宇宙どっから来たんです？そんなん分かれへんねん。結局、神を抜きにして考えたら、分からない。最終的には。でも、神様がおられるという、ことを前提として考えたら、すべてうまくパズルが、すべて説明つくと。しかも、その説明は何かというと、この神は、愛の神であり、義なる神で、この神の計画っていうのは、聖書読んで分かる最終的な姿っていうのは、神はすべての人を救われたくて、そして私たち人間は神と共に神の御国にいる。しかもこの神の御国は愛で包まれていて、で、そこにいる人たちはもうみんな幸せ。しかもすごいみんな清い人、いやらしい人誰もいないです。そんな場所が神の御国で、そこにあの私がいること、これが神の計画なんや。正直でこの世の中、嫌なこといっぱいあるんですね。もうほんまに嫌なことだらけで、そんな、嫌な人いっぱいあるんですよ。言っちゃないけども、ええこともあるよ。ええこともあるけど、なんていうかな、自分、あなたの敵と呼ぶ意地悪な人もおるし、もう私なんかね、ちょっと10年ほど前にアメリカから日本に戻ってきたんですけど、10年前はね、なんかこう、祇園祭りやとか、珍しかった。私には珍しかった。で、まるで、観光客みたいな感じで。ほんで、なんちゅうの、祇園祭り行ったんですよ、私。10年、7年ほど前かな、8年前。ものすごい人で、ほんでね、もう、立っとったら、誰かが僕の足踏みよんねん。いてで、そう言うけど、もう、わーっとこう、波みたいに動くもんやから、自分立ってるの、おー。ほんで、僕もね、ふと、私の後ろにいた人の足をくっと踏んでもんだよ。若い女の子の足踏んだ瞬間、その女の子が、いてーって言うて、ほんで、その時にその女の子が、もう、世界で一番汚い、憎たらしいおじん、もう、おっさん。私みたいな人間、そうやね。もう周りから、うきちゃねえって感じで見られる。こんなやつ、もう憎まれっぱなしで、私なんかもうこの年になると。もう、何が言いたいか言うたら、この世の中ね、もう楽しいお祭りですら大変やね。もうこの世の中でもう憎まれたり、ほんまに嫌なこといっぱいで、もうこうじゃなかったらええのになと思うこといっぱいで、騙されたり。で、そう言いながら、私、天国行ったら、神様見くれたら、もうそんな嫌らしいやつ誰もおれへん、世界いいなと思ったんやけど、ふと、あれ？よう考えたら僕自身がそんな嫌らしい人間一人ちゃうのと思う。でも、神様今何してるか言ったら、この御国で、ここの世に私たちのおいても、私たちトレーニングされてんねんね。申命記の今日最後に読みますけど、8の5個間ですね。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。もう正直言って、この神様の計画って大きすぎて、神様は私たちが神の御国に入ることを最終的に計画なさっている。そしてそこに入る人は神を愛し、神を信じ、神に頼り、そしてまた清い人で、私たちはこの世にいる間、嫌なこといっぱい起こるけど、特にクリスチャンはいろんなことが起こるけども、またいじめられたり、クリスチャンと言われて、でも私たちはそこで訓練されて、そして徐々に清められていって、そして私たちはやがて天に入る、天国の市民らしい人間に変わっていく。
何があっても神様に頼り、お祈りをし、そして幸せで満たされている、聖霊様によって満たされて、そのもう喜びでうふうとして生きている、こういう人間が天国に入るんだよという、まあこういう神の計画、そしてあなたはそれちょっと変えられていく、訓練されている、すっごい話やなと私は思っちゃいますけども、どちらにせよ神様の完璧な計画の中に私たちいるし、神様は約束されたこと、神の計画を全く変えることはない。私たちはその計画を信じて、そして神様と共に何が辛いことあっても、私は神のご計画の中にあるんだ、神様は言われたことを絶対に変えないんだ、私たちにおっしゃった約束を絶対に守られるんだということを心からありがたく信じて生きていきたいと思います。それでは今日のメッセージこうで終わります。天の父なる神様、今日のメッセージ感謝します。主イエスキリストの名前でお願いします。アーメン。はい、以上でした。なんかメガネ曇ってきたじゃあね、バイバイ。